京都の薬膳に来てます。料亭でわらび餅が名店です。それできな粉と黒蜜をかけます。じゃあこれは、出来たてわらび餅ではなくて普通のわらび餅、冷やしたんですけど、これもレベル高い。ちょっとただごとではないね。言うことなし。もう四つ星。